邪魔者は駆逐しとかなきゃな。お前がな。マナゾーン暴乱の牙衝撃。俺たちの邪魔うんじゃねえ。行くぞレン。待ってました。全力だ。精霊投下スピリットタイム。誘導成功とか思っちゃってた。この空中要塞の動力になってる魔力も自分のものにできちゃうのでした。それだけで勝った気になっているのか。おいおいイケメン君よ、優しく助けろって教わらなかったか。さっきの攻撃、これが狙いだったか。いけますか。団長が限界超えねえわけにはいかねえだろう。限界がどうのって、今すぐ強くなれるわけねえだろ。そんなことも知らないで魔法帝やってたのか。上等だこれ。セル団長、ユノ、今一度自分にできることと向き合ってみろ。もう少しだけ時間を稼いでください。次の一撃で決めます。ヘイヘイ、ヒゲズラマッチョ。あだ名のセンスねえな。キューティー&ガリ系マッチョだろうが。覚えが、この一撃に全魔力を注ぎ込んで。結局力でご利用したよ。泥臭いことやってんなイケメン君。面白いじゃねえかよ。くつえお前ら。俺が魔法帝やってる頃だったら側近にしてやってたかも。お前たちは間違ってる。何が正しくて何が間違ってるかなんて誰にも分かんねえんだよ。そういう喧嘩に合ってるも違うもねえよな。ただ守りてえも守るためにどっちも踏ん張るだけだ。合体魔法次元斬り着工。こんなもんじゃ俺は負けねえ。アスタ技借りるぞ。俺も死ぬほど負けず嫌いなんだよ。もういいわ、要塞の魔力温存とかやめだ。ただ全力でてめえらをぶっ壊。おいおいおい、マジかよコンラート。